ロンズ・アンダーソン・ボールはアメリカ合衆国カリフォルニア州アナハイム出身のプロバスケットボール選手 NBA のシカゴブルズに所属しているポジションはポイントガード1997年に元 NFL 選手のラバーボールの息子としてロサンゼルス郊外のアナハイムで生まれるチーノ・ヒルズ高校に在学していた2014から15シーズンに 平均25得点11リバウンド9アシストを記録し、同高校を35戦全勝に導く。最終学年の2015から16シーズンは23.9得点11.7リバウンド11.3アシストのトリプルダブルを達成し、全米最優秀選手、カリフォルニア州最優秀選手、ネイスミス賞など数々の賞を受賞した。大学は、 地元の名門 UCLA に進学。TJ リーフと共に、同行のスター選手として活躍し、2016から17シーズンの NCWA アシストを受賞。ワシントン大学のマーケル・フルツやケンタッキー大学のデアーロン・フォックスらと大学ナンバーワンポイントガードを争う存在として注目され、パックマイナス12のファーストチームやフレッシーマンションに選出された。 ボールは1年間大学でプレーしただけで2017年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明。地元のロサンゼルスレイカーズを見て育ったボールはドラフト前からレイカーズ以外のチームでプレーするつもりはないと公言。迎えたドラフトでは総思創愛の形でレイカーズから指名された。2017年夏のサマーリーグではラスベガスリーグで 平均16.3得点7.7リバウンド9.3アシストを記録し MVP を受賞した2018年のボール2017から18シーズン開幕戦の19日のロサンゼルスクリッパーズ戦で NBA デビュー翌20日のフェニックスサンズ戦では29得点11リバウンド9アシストのあわやトリプルダブルの活躍で 132から130のシーズン初勝利に導いた。しかし、大学時代から疑問視されていた変則的なシュートフォームは予想通り NBA では通用せず、シーズンを通してシュートタッチに苦戦フィールドゴール成功率、363ポイントシュート成功率、305フリースロー成功率、451はいずれも、 平均以下の数字だった。このシーズンは52試合に出場して、平均10.2得点、6.9リバウンド、7.2アシストの成績を記録。NBA オールルーキーチームのセカンドチームに選出されたものの、ドラフト時の期待を大きく下回る成績であった。2年目の2018から19シーズンも成績に大きな向上は見られなかった。 2019年7月6日、アンソニー・デイビスとのトレードで、ブランド・イングラム、ジョシュ・ハート、多くのドラフト指名権と共にニューオーリンズ・ペリカンズへ移籍した。2020から21シーズンオフに制限付き FA となった。2021年8月8日にサイントレードで、シカゴ・ブルズへ移籍し、ブルズと4年8500万ドルの契約を結んだ。広い視野と優れた。 パスセンスを誇る。一方で右手を横に滑らせる、独特のシュートフォームのためシュートの成功率に難があるが、ペリカンズ遺跡以降は改善されつつある。音楽好きであり、暇な時間には作詞活動を行っている。また頻繁にスタジオでレコーディングを行っており、NBA 選手でなければラッパーになっていただろうと語っている。その後、2017年9月に、 弟のラメロに捧ぐメロボール1をリリースしてラッパーデビューを果たした。翌10月には漫画ドラゴンボール Z に登場する超サイヤ人をイメージしたスーパーサイヤンをリリース。この曲の中でドラゴンボールの主人公であるソンゴ・空クと自身を比較している。父のラバーボールはニューヨークジェッツやカロライナ・パンサーズなどに在籍した経験を持つ元 NFL 選手で ポジションはタイトエンドだった。現在はロサンゼルスを中心にエンターテイナーとして活動しているが、息子、ロンゾーへの過激発言で周囲を困惑させており、パトリック・ビバリーやルディゴ・ベアラ、現役 NBA 選手とも絶戦を繰り広げるなど、厄介者として名を馳せている。二人の弟がおり、いずれもバスケットボール選手である。 一歳下の弟リアンジェロ・ボールは2021年にシャーロット・ホーネッツの一員としてサマーリーグに参加し、4歳下の弟ラメロ・ボールはオーストラリアのプロバスケットボールチームイラワラ・ホークスで活躍し、2020年の NBA ドラフトでホーネッツから3位指名を受けた。ありがとうございます。